今回は小松菜とピーマンのきんぴらを作ります。それではスタート。ピーマン3個、種とワタを取り除きます。縦半分に切って細切りにします。小松菜4束、根を切って5センチくらいに切ります。葉を下に、茎を取りやすいところに置きます。豚バラスライス3枚、一口大に切ります。炒めやすいようにほぐしておきます。砂糖小さじ1/2、醤油小さじ2、酒小さじ2、みりん小さじ2、混ぜ合わせます。ごま油適量、赤唐辛子輪切り1つまみ。熱くなったらピーマンを炒めます。1分程度炒めます。小松菜の茎を炒めます。1分程度炒めます。小松菜の葉を炒めます。しんなりしてかさが少なくなるまで炒めます。豚肉を炒めます。色がつくまで炒めます。全体に混ぜて合わせ調味料を加えます。汁気が少なくなるまで炒めます。器に盛り付けます。お好みで赤唐辛子ごまをかけます。これで完成です。